みほとけチャンネル。こんにちは、みほとけです。ナム、今日はみほとけチャンネルコラボです。緑泉寺の住職、青江覚峰です。青江さん、よろしくお願いします。青江さんはですね、料理僧として活躍されているすごい人です。雑ですね。料理僧って何かといえば、普段はお坊さんとしてお経をあげたりとか、法事、お葬式やったりしてますけども、それと別にお料理を作って、料理を通じて仏教を伝えると、こういう活動をしております。はい、ご実家のお寺で、お寺で暗闇ご飯っていう、はい、薄暗闇の中でアイマスクをして視覚を奪った状態で食事をとるというような体験の企画をやっています。さらにはそのお料理と仏教っていうものを掛け合わせて多数の著書を出版なさっていたり、テレビとかドラマとかいろんなところで料理監修で、はいはい、いろんなあの料理の素晴らしさと仏教の教えっていうのを説いていただいているおかげさまで。これはね、すごいのが、はい、編集者もお坊さんです。すごい、全部お坊さんで。全部お坊さん。お寺のご飯といえば精進料理ということで、今日はこんな青江さんと一緒にみほとけチャンネルでは精進料理に挑戦していきたいと思います。肉とか魚、はい、あとは五根と言われるもの、もしくは五辛、5つの辛いと言われるものですね。玉ねぎ、長ネギ、ニラ、ニンニク、ラッキョ、こういったものを使わないでお料理をするというのが、まあ、古くから伝わるお寺のお料理でございますが、じゃあ味気ないんじゃないかっていうふうに思うかもしれませんが、そんな中でも美味しいものってできるんですよっていうのを今日は一緒に作っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。ということで、今日は挑戦する料理はちらし寿司。はい、ちらし寿司といえば卵がね、乗ってたりとか。そうですよね、綺麗ですよね。寿司なんて魚じゃないですか。魚があって卵があって、まあ、いろんなものが乗ってますもんね。はい、ちょっと使いませんよ今日は。ちょっとぜひいろいろと技を教えていただきたいと思います。はい、それでは早速調理に行きましょう。せーの、ジャンプ。はい、ということで、はい、料理をしていきたいと思います。ちらし寿司っていうとやっぱり綺麗じゃないとできないですよね。そうです、彩り豊かな。彩り豊かな、はい、で一番彩り綺麗なのって錦糸卵だと思うんですよ。あー、大事ですね。でもしっかり卵ですからね。卵なんで、お寺では使えないですね。はい、卵作っていきましょう。卵を作る。卵作っていきましょう。はい、材料はこちらです。どどん。お豆腐。お豆腐。はい、豆腐で卵。豆腐で卵。へー、卵は錦糸卵じゃなくて、はい、今日はあの卵のそぼろを作っていきたいと思うので。そぼろでいくんですね。はい、そしたら木べらで豆腐をぼちゃんと入れてください。はい、水も一緒に入れちゃって構いません。水切りとかもしないで大丈夫です。はい、少しね、ぐちゃぐちゃぐちゃって潰してあげてください。あ、もういいんですね。はい、大胆にいっちゃいますよ。大胆でいいです。はい、甘めが好きですか、しょっぱめが好き。私甘い方が好きですね。じゃあね、砂糖これ大さじ2入ってるの全部入れちゃいましょう。はい、大さじ2。おお、はい、そしてこれ口なしですね。口なしって言うんだ。口なしを中に入れます。あ、これ刻んだりとかしなくていいんですか。このままで大丈夫です。1、2。はい、はい、で少しこういうふうに一緒に混ぜる潰しておくと、はい、砂糖の浸透圧で豆腐からだんだん水が出てきます。あ、本当だ、ちょっとずつ。この水と口なしが触れ合うことで、うん、なんていうのかな、こう黄色い水になっている。あ、黄色くなってきました。なってますよね。はい、ちょっとずつ。これがだん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 この色づいていって、最終的には全体が黄色くなっていきます。へー、あー楽しい。砂糖だけじゃなくて塩もちょっと入れましょうか。塩ね、一つまみ、指3本でピロン。はい、じゃあ火を入れていきます。はいはい、弱火でじっくりと火を加えていって、はい、この水気がなくなるまで煮詰めていく。そうすればこの口なしの黄色い色がついた卵もどきが出来上がると、そういう寸法です。へえ、意外と簡単。はい、お寺の料理ってそんなね、難しいことはないんですよ。確かに、私めちゃくちゃ料理初心者なんですけど、今のところ大丈夫そうです。そうですよね、はい、あれもじーっとこういう風に見る必要ないんですよ。ほう、ただ視界の中にちゃんと入れといてあげる。ほう、そして気を向けておく。ほう、これ料理しながら隣で刻むとか、何か他のことやってても全然大丈夫です。そしたら、はい、完全に汁気がなくなるまで炒めましょうって言うんですが、はい、今日はやりません。はい、結構大変なのでザルの上に全部バシャーっとしちゃってください。はい、いきます。すると余計な水分が下に行くので。なるほど、じゃあこういうチート技もできるという。そうですね。でもそうすると本来ここのね、豆乳の美味しい部分もなくなっちゃうんで、うーん、本当はね、全部煮詰めて使っていく。
はい、わかりました。はい、そしたらね、しなしを取っていきます。あとは、さっきね、味見しなかったんで味見してみてください。あ、いいですか？もちろんです。と、おいしい。おいしいでしょ、うん、よかった。甘い豆腐なのに、もう見た目に騙されて卵だと思った、うん、卵だと思うでしょ、はい、意外と卵っぽいですよ、これ卵っぽい。そう、え、なんで？いやーな、人間って騙される動物なの。おー、脳が卵だと思って食べると、うん、味の薄い卵だなと思って食べちゃう。はい、いや、甘い卵です、完全に。そう、甘い卵でしょ。いや、うまっ。寿司酢、今日はね、米酢ですね。米酢180cc、 米酢 180cc、 砂糖が 100g、 塩が 40g で、これを溶かしていきます。わー、お寿司を作るときにはご飯を少しね、固めに炊くっていうのがコツです。そして昆布を入れる、はい、ご飯に旨味が乗るのと、昆布でね、また少し水分が減るので、ちょうどいい塩梅の酢飯用のご飯が炊けます。昆布先取りましょうかね。はい、よいしょ。これはね、後であの佃煮とかにしていきます。はい、お玉一杯分。はい、優しくかける。かけます。そしたらごまと大葉を加えていきます。細っ、糸みたいな。これをですね、こうやって包み込みます。はい、この中でこれをもみ洗いしてください。もみ洗い。アクが取れて美味しくなります。はい、大葉のアクが残ると、はい、あのしばらくするとね、大葉が黒くなったりするんですね。へー。そういうのを防いで。しっかりと明るく綺麗な大葉が出来上がります。はあ、なるほど。じゃあこの一手間が大事なんですね。はい、さらにこいつも入れちゃってください。ごま、ごま、これね、大さじ今1半入ってるんで 1.5 入ってるんで。あ、大葉の香り。ほら、もうこれでお寿司屋さんから高級お寿司屋さんになったでしょ、はい、なりました。手数はかかるけれども難しいことは一個もない、はい、ほんとそうです。今日は簡単にあの押し寿司にするやり方、ケーキ型です、はい、ケーキ型にまずラップを敷きましょう。ラップを敷く、まあ大体でいいんです。はい、これ最後、はい、パカッと逆にしていきます。なるほど。なので一番上に置きたいものを一番下に敷きます。はい、いいですか。お、先ほど作った豆腐を、はい、ここで登場ですね。卵ですね。卵だ、これは卵だ。はい、そしたら今度はこの上にご飯を乗っけちゃってください。はい、乗っけちゃいます。そしたら、はい、はい、もう一枚ラップを敷いて、これ手でね、キュッキュッキュッって押さえて平らにならします。結構しっかり、まあ、しっかり。たら、お、大皿に、お、せーの、よいしょー、いきまーす、オープン、デリン、わー、いいじゃないですか。今日はみほとけさんのためにいくつかの具材を用意してまいりました。はい、これを先生、先生、きれいに飾ってください。よい。今日はレンコン酢バスですね、はい、レンコンを酢で漬けたもの、はい、椎茸を煮たもの、人参を炊いたもの、はい、みょうがを酢で締めたもの、パプリカと黄色パプリカですね、赤パプリカ、黄色パプリカを焼いて皮を剥いてからすし酢で漬けたもの、はい、ラディッシュ、菜の花の昆布締めです。すごい、あの豪華。はい、これ一個一個の作り方も知りたいというか、はい、ここ一気に用意するとちょっと私にはちょっと厳しいかもしれないです。そうですよね、はい、これはね、あの何でもいいんです。何でもいいですね。あと綺麗なものを上に飾り付けていくっていうことですね。なるほど。この辺の一個一個の作り方っていうのは葵さんの本に全部基本で載ってますので、ね、載ってますし、はい、後ほどあげますので、はい、はい、そちらをご覧ください。はい、そして今日はね、エディブルフラワー、エディブルフラワー人生初めて買いました。何切りでもいいんですか？何切りでもいいです。あ、もう楽しいですね、そうなってしまえば。お寿司とかは、はい、あとは楽しむ、はい、楽しむ、もう正解がこうですっていうのはないので。こうやると、おお、料亭のやつだ。みょうがの花が咲くんです。おお、みょうがとやっぱ菜の花ですね。菜の花ですね。人参を散らします。はい、これも一個一個型抜きしてくださったんですね、はい、ありがとうございます。これ精進料理だって言われない、精進料理、お寺のご飯っていうイメージと全然違います。できました、完成です。綺麗、綺麗、素晴らしい。本当楽しくできますね。でこんだけやってて、まあ、肉魚一切使っていないので、うん、もちろんね、こう肉魚食べられません。ベジタリアンの方なんかがこう来た時にも大丈夫ですし、うんうんうん、あとはね、意外とアレルギー、うーん、お醤油とか使っているんで、大豆とか、あとは小麦とかダメなものはもちろんあるんですけども、
卵も使ってないですね。卵使ってないですね。エビカニとかも使っていないですし、うんうん、安心して召し上がっていただけるんじゃないかなと思います。嬉しい。ぜひ皆さんも試してみてください。いざじゃあせーの、よいしょさあということで、ちらし寿司とお味噌汁、はい、できました。これ早速いただきましょうか。いただきましょうか。いただきます。いただきます。最高ですね。地味ですな大豆だし本当にすぐ作れますね。お寿司もお召し上がりください。お寿司もいただきます。おいしい小声で、うん、美味しい。やっぱり酢飯はごまが入ってるんでいい感じで香ばしくて、でこれやっぱ卵ですよ、本当に卵食べてるみたい。酢飯の酸っぱさと卵のまろやかさと、で上に乗ってるお惣菜のいろんな出汁の味がする。そう、一個一個ね全部違うんですね、調味料が。これがお野菜とかその出汁だけで作ってるとは思えないぐらい本当に豊かな、うん、おいしい。お花もおいしい。お花っておいしいですね。うんうん、ちゃんと花の香りがする。あ、口臭がお花になる結構本当に面倒くさがりなんで全部コンビニエンスなものを選んでたんですけど、うんうん、手間暇かける楽しさとやりがいと達成感を学びました。よかったそう、このクラス101という、はい、こうオンラインの講座の、お料理教室、またこれが本になったりしているので、こういったところで皆さんにいろんなことを知っていただきたいなっていうのを活動してます。はい、もうすごくわかりやすい、写真がいっぱい。あとですね、口頭ではお話ししましたけれども、お寺のご飯っていうものは基本的に無駄を出さないんですね。今日も実はこれだけ作っておいて、ゴミ箱に野菜はほとんど減ってないんですよ。ないですね、本当ラップちょっと入ってるぐらい。そうなんですよね、うん、でそういうのって今の時代だんだん大事なんですよね。こうフードロスとか SDGs とかって言われてるところで、ですので今 NHK カルチャーセンターでお寺の捨てないご飯というのをやっております。一コマ目は500円で安いご覧いただくことができるので、ぜひ皆さんご覧ください。ご覧ください。詳しくは概要欄に URL など貼っておきます。見てください。よろしくお願いします。はい、ということで小林さん、今日は本当にありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、まあ、この後まだまだ引き続き楽しんでいきたいと思います。ゆっくりいただきましょう。はい、ありがとうございました。じゃあまたチャンネル登録などよろしくお願いいたします。お願いします。青江確保さんでした。ありがとうございました。失礼いたします。ブンパプリカはすごく簡単で、うん、さっきの寿司酢あるじゃん。パプリカをまず焼いて、うん、真っ黒に皮がなったら、うん、ペローンと剥きます。ペローンって剥けるんで、うんうんうん、でペローンと剥いたらさっきの寿司酢に、うん、寿司酢1に 0.5 の昆布だしを加えて、うんうん、それで漬ける。ほー、それだけです。あ、そうなんですね。1時間2時間ぐらいかな、漬ける時間。漬ける時間。へえ。椎茸はお醤油とみりんとおだしで、はい、もうおつゆがジューってなくなる直前までこう煮詰めていく。菜の花の昆布締めは、うん、うちの YouTube をご覧ください。作り方書いてあるんでご覧ください。でももう全部本にも。そうですねごまが